はい、こんにちは。今回はボクシング史上最も残酷な5試合を紹介いたします。OPBF 東洋太平洋ライト級王者のキム・ズックはレイ・マンシーニの持つ世界王座に挑戦いたしました。王者のマンシーニは24勝 19KO1 敗と KO 率が高く、パワフルな戦い方からブンブンと呼ばれ、陽気なキャラクターもあって人気が高い世界王者でした。打ち合いが得意なファイター同士の戦いは序盤から激しくぶつかりますが、パワーに勝る王者マンシーニが主導権を握ります。14ラウンド開始とともに、王者マンシーニは強い連打をヒットさせ、強烈な右ストレートでキム・ドックは仰向けに倒れます。キム・ドックは意識を失い病院に搬送されましたが、4日後に帰らぬ人となりました。この試合をきっかけに世界戦は15ラウンド制から12ラウンド制に移行することとなったのです。後に世界王者となるプリモ・カルネラは70戦以上のキャリアを誇るアーニー・シャーフと対戦いたしました。カルネラは引退後プロレスラーに転向するのですが、身長が205センチ、体重が120キロの巨人ボクサーです。動くアルプスと呼ばれたカルネラはここまで74勝 62KO6 敗と驚異的な KO 率を誇っておりましたが、カルネラにマフィアがついていたため多くの KO は八百長で仕組まれたと言われております。試合は13ラウンドにカルネラの左ジャブが炸裂し、シャーフはダウンを喫します。シャーフは起き上がろうといたしますが、意識を失ってマットに崩れました。WBC 世界バンタム級王者ルペ・ピントールは3度目の防衛戦でマッチ棒の意味を持つ
ジョニー・オーウェンを迎えました。王者ピントールは WBC 世界バンタム級王座のタイトルをあのカルロス・ファラテから奪った強打者で、2度目の防衛戦で村田英二郎選手と激闘を演じ、42勝中 34KO と非常に高い KO 率を誇っておりました。長身の挑戦者オーウェンは王者ピントールより10センチも身長が高いのですが、強打の王者ピントールを相手に距離を取らず果敢に接近戦を挑み、圧倒的不利な予想の中一歩も引かない打ち合いを演じ、激闘を繰り広げてまいりました。迎えた第12ラウンド、接近戦からのピントールの右フックがオーウェンの顎を打ち抜き、オーウェンはダウンを喫しました。そして再開後、またもやピントールの右フックが顎を捉え、オーウェンは糸が切れた操り人形のように崩れました。ミニマム級とライトフライ級に体感した元世界2階級制覇王者モイセス・フェンテスは、2021年10月にダビッド・クエラルと WBC ユースシルバースーパーフライ級王座決定戦を行いました。フェンテスはローマン・ゴンザルスに KO 負けを喫して以来3年ぶりの試合で、田中康生選手や比嘉大吾選手と戦いましたので、日本のボクシングファンの方にもおなじみなボクサーです。フェイリアルは19歳ながらここまで19戦全勝 12KO とパンチが強いボクサーで、フックや上下のアッパーなど多彩なパンチで優位に試合を進めていきました。迎えた第6ラウンド、フェンテスは強烈な返しの左フックを受け失神してしまったのです。フェンテスは仰向けに倒れたまま意識が戻らず、病院に搬送されました。脳に血栓が見つかったため翌日に手術を行い、意識が戻り自宅でリハビリを行っていましたが、約1年後に他界されました。世界ウェルター級王者ベニー・パレットは2度目の防衛戦にエミール・グリフィスを迎えました。
技巧派のグリフィスはロビンソンの再来と呼ばれており、王者パレットにとって困難な対戦相手でした。グリフィスは6ラウンドのダウンから回復し、12ラウンドに強烈な右フックを当て、そこから30発近く連打を叩きつけるのです。試合前の計量時に王者パレットがゲイを意味するフラングを使って挑発したことが、グリフィスの闘志に火をつけたと言われているのです。当時アメリカでは今以上にボクシングの人気が高かったのですが、この惨劇が大きな問題になり、ボクシング禁止論まで飛び出したのです。